テストの言い訳する。テストの言い訳ね。まあじゃあテストの話からしようか。はい。イモウステレビさんで学力テストの結果が発表されたんですけど、個人順位が出て、私は18位でした。27人中18位でして、ちょっと点数は忘れちゃったけど、国語がなんか70何点で、数学算数が0点で、理科が多分一桁台とかっていうね、ちょっと集大をさらしてしまいましたね。はい、すごい皆さんから今コメント欄が来てる。そう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 。言い訳はね、なんて言ったらいいんだろうね。いや、ただ単純に算数が難しかったって感じ。いや本当にね、小学生の問題だから、まあ多分大丈夫かなって思ってたんですけど、なんか蓋を開けてみたらすごい超難関中学受験みたいな問題が出てきて、全部基礎じゃなくて応用だったんですよ。でびっくりして、私数学とか算数は今までやってきたことがなかったので、人生で生きてきた中で、学生時代も赤点回避できたらいいやぐらいだったんで、わかんない、灘ぐらいのレベルなのかわかんないけど、でも私は灘ぐらいじゃないのって思った。これは一般の大人の人でも解けないんじゃないのかなって思った。問題がね、0点は取ったことなかったです。学生時代はテスト勉強の時に基礎だけ勉強して、最初に出てくる数問の基礎問題だけ正解して、なんとか25点ぐらい稼いで終わりみたいな。そうでね、なぜか理科が入ってきてね、理科はね難しかったね。まあ私はでもそうですね、すごい0点をバカにされることが多いんですけど、私は0点を恥じないです、別に。0点を恥じないです。だって勉強してなかったもの。一本ケーソリア勉強してなくて0点取ったなら、それは自分の実力ではない。恥じなきゃ。それはそう、恥じないとやばい。そう。ちゃんとテスト範囲を教えてくれて、なんかその3日ぐらい猶予をくれてたら、もっと頑張ってた。私の頭にはね、なかったね。算数は必要じゃない。必要だよ、もちろんね。でも人間勉強の何が必要って言ったら、勉強はその結果じゃなくて、それまでの過程が大事だから、勉強とか、まあ、正直言ったら算数とかもね、まあ大人になったらほとんど使わないことが多い。でもなぜ勉強するかって言ったら、その勉強したことをしたっていう過程がね大事。それをした努力が今後の人生に身になっていくから、
結果が全てじゃない。そう。これは私の持論ですね。ちょっとこれいつか刻まれるから偉人の名言みたいな本に。確かに勉強は将来役に立たないかもしれないけど、でもそうじゃなくて結果が全てじゃなくて、その勉強したっていう過程が大事なんだ。だから勉強できなくても全然いいんです。でも勉強した方がいい。今日の名言、お前が言うなって感じやけどね。ほそり始まります。